はい、こんにちは。今回はですね、K1 の開催が3月22日、ですから昨日ですね、行われて完了したということですよね。まあ、選手はこの日のためにいろんなトレーニングを積み重ねていたりとか、主催の方はですね、広告を出したりとか、それからスタッフさんに事前給料を払ったりとか、まあ、いろんな準備、そして出勤があったと思います。で、この日に、やっぱ一気にね、売上的にも回収しなければなりません。ですので、まあ、強行開催したというところもありますけども、でもね、それだけではないと思うんですよ。冷静に考えてみると、多くの方が言われるように、金の方が命より大事なのかっていうね、言葉も出ますけども、お金がなくても死ぬ人はいるわけなんですよね。まあ、ですから、ここまでの状態になると、お金か命かっていうふうに、非常に選びにくい、主催者の方の事情もあると思います。もちろん選手の方の事情もあると思いますしね。取引先もスポンサーも全部倒れちゃったりとか、賠償は誰がするって話になっちゃった時に、主催者側としても責任をやるにしてもやらないにしても取らなければならないっていうところでは一緒なんですよ。で、その上でね、やっぱ参加者の方とか選手の方が、参加しなければそれは開催は行われていても、この日っていうのはスカスカになってくると思いますし、有名無実化すると思うんですよ。でもやっぱり選手の方も出てくださる、そしてこの主催のねスーパーアリーナの安全管理を見て確認して、じゃあ見に行こうかな、自分もきちんと対策をして電車に乗って現場まで行って並んで、で観戦しようかな、応援しようかなっていう風な、そういう風な人たちの集まりだったらむしろ安全なんではないかなとも言えるんですよ。まあ、もちろんこれもね、いろんな見方がありますんで何とも言いませんけども、私が言いたいのはね、じゃあこのね、K1 すらダメだということだったら、はっきり言って日本国中全部何もするなってことと一緒だと思うんですよ。例えばね、地方では20人規模の町内会の集まりですらやめてるところがあるんですよ。そんなね、人の行き来があるようなところではない過疎の町でもそんな形で、ちょっと過剰反応が過ぎるのかなと思うんですよ。で、もちろんその危機感の感じ方って人それぞれなんで、そうは言っても今の時期だけちょっとやめとこうかっていう気持ちもあります。ですけども、そう感じるのと他の人が違うことを感じるのとっていうのは、それぞれ切り離して考えないといけないときに、自分がこうやってるから、みんながこうやってるから K1 だけがけしからんっていう論法っていうのはちょっと行き過ぎのような気がするんですよね。で、K1 の方ももちろん、主催、開催すれば何を、どういうふうな圧力がかかってくるのかとかね、どんな反発が得れるのかとか、それからその後の業者間の付き合いとか、県知事、それからこの地区へのね、会場の方への賛同が今後得られるのかどうなのかってことを考えた上で、交渉の上に安全管理をきちんとして OK が出たからこそ、あらゆる方が OK だったからこそ、開催したと思うんですよね。で、そこに対して知事が残念だってことをわざわざ会場に来てね、言いに来るっていうのは何なんだろうと思っちゃいますね、私はね。いや、危険なんだったらあなたも来るなよと思うわけなんですよ。まあ、なんとも言えないですけどね。私はね、K1 特に好きだったりとか、肩を持つわけではないんですけども、まあ、この、ある程度経済活動があるのは仕方がないと思うんですよね。だって毎日、スーパーマーケットって、200人、300人で、店によっては1万人ぐらいの規模で動員するショッピングセンターとかもあるわけですよね。じゃあそこは何とも思わずに、こういうふうな瞬間的に2時間、3時間人が集まるだけのところは急に危険なのかっていう問題もあります。んでね、なんかね、やらせっぽいところがあるんですよ。ライブハウスってあるでしょ？なんか大阪かどっかのライブハウスが、感染源、クラスターの元になったっていうふうに言われますけども、これなんかどういう根拠でそういうふうに位置づけられたんですかね？なんて言いますかね、もともと陽性反応を持っていた人がライブハウスに集まって、陽性反応の人は数は増えなかったんだけども、それぞれ散りばった後で診察を受けて、あなた陽性ですっていうことでね、であなたはどこに行ったんですかってことで、ライブハウスに行ったんですよって方が一致したのかもしれませんし、なんというかな、なんかちょっと説明しにくいんですけども、ライブハウスに向かう途中で感染したのか、本当にここがね、感染源だったのかってことはどうなんですかね。まあもちろん本当にそうなのかもしれませんけども、このライブハウスでクラスターが発生したなんてことをね、言うのは適当じゃないような気がするんですよ。なぜなら日本全国のライブハウスがやりにくくなっちゃって、じゃあライブハウス行くのやめようかねってなっちゃうじゃないですか。例えばね、ある回転寿司屋でその従業員さんが、陽性反応が出ましたとか言うと、じゃあ回転寿司全部行くのやめようかっていうふうにね、拡大解釈になっちゃうわけですよ。で、それを元に何もかもやめるみたいなね、ことになっちゃいけないと思うんですよ。なんと言いますかね、オリンピック、だってオリンピックはやるんでしょ？オリンピックよりもだいぶ規模ちっちゃい
大会ですよ、この K1 っていうのは、ね、単純比較できないんですけども、ちぐはぐだなと思うわけなんですよね。まあもちろんね、一律に決めるってことが非常に難しい案件だと思いますし、何がしかの準備期間とか予行演習があったわけじゃなくて、降って湧いたようなトラブルですからね、それ混乱を生じるのは分かるんですけども、まあだからといってね、勇気を持って開催したこのタフ街が集まる K1 に対してそこまで叩くものかなと思っちゃいますよね。もちろん私がね、叩く情報ばっかり見てるからみんなが叩いてるように見えるかもしれませんけども、片方ではK1 のこのね決断に、マスコミに拍手を送ってる方もいるかもしれないんですよ。そっちの方もこれから見ていかないといけないですよね。どうなんですかねこれはね、私がまあ主催者だったら、まあ、やらないですけどね、ビビってビビってやらないですけどもね、やらないけども、今度は保証とかね、それのこの今回のイベントに関わってくださった方へのお礼とか謝罪とかっていうのを考えたら、そっちも怖いからやるかなみたいな感じでね、主催をやるんじゃなかったみたいな胃の潰れるような思いで日々過ごすんじゃないかなと思いますよね。どうなんですかね、これを機会に K1 がモデルケースになるのか、それともこれを機会に K1 みたいな人たちは危ないよねってことで潰されるのか、どうなんですかね。どうでしょうね。はい、まあ今回はそんな私のつぶやきでございました。